高校女子の 400m リレーの決勝の時間です。中村さん、はい、さあここから楽しみなレースが始まりますが、そうですね、チームを紹介していきます。まずは2レーン初優勝を狙う加古川東、3レーンも初優勝を狙う姫路女学院、4レーンは2連覇を目指します山手、5レーン15年ぶり3度目の優勝を目指します加古川西、6レーンは9年ぶり7度目の優勝を目指します園田、7レーン7年ぶり2度目の頂点を目指すのは滝川第二、8レーンは67年ぶり2度目の優勝を目指します市立西宮、9レーンは初優勝を目指す兵庫です。このレースは中村さんどう見ますか。はい、このレースはやはり山手、園田、滝川第二というところが順当に上がってくると思います、はい、でその3チームに関してはどこが勝ってもおかしくないというところまで、予選だけを見ていると山手が非常に強かったんですけどね、はい、まあ、準決勝の状態そういうところを見ると、まあ、どこが勝ってもおかしくない、最終的にはアンカーの勝負になるのかなというふうに見てます。3走までは競って競って、さあ最後アンカー勝負。そうですね、三つどもえの戦いという、はい、戦前の予想です。スタート、高校女子 400m リレーの決勝、山手が前に来ましたか。そうですね、山手と滝川第二が出ているような気がします、ね、はい、2走へのバトンです。バックストレート、滝川第二もやはり力があります。園田、滝川第二、そして山手。ああ、中村さんがおっしゃる通りアンカー勝負になりそうですね。そうですね、最後はどこがアンカーで勝負をつけるか、山手かそれとも滝川第二か、一騎打ちになった。滝川第二が出るか、山手が耐える、まだ勝負はつかない、どちらだどちらだ、最後は滝川第二か、滝川第二、7年ぶり2回目の優勝、前底選手がやりました。はい、園田でした。すいません、失礼しました。大変失礼しました。優勝は園田、2着に山手。園田が9年ぶり7度目の優勝を飾ったという高校女子 400m リレーの決勝です。放送席、放送席、橋本さん、はい、見事優勝しました園田のアンカー吉田絵里香選手です。最後はデッドヒート、非常に息詰まる勝負だったと思うんですが、いかがでしたか。みんなでたくさん練習をしてチームの成果が実ったかなって思います。最後の瞬間は本当にどういう思いで走ってました。もうせっかくここまでみんながつないできてくれたバトンなので、もう絶対に負けちゃいけないと思いました。改めてチームのみんなにはどんな声をかけたいですか今。いつもありがとう言いたいです。さて今後はチームとしてどういう走りを目指していきますか。そもそもチーム力が現れるリレーなので、で活躍できるように私たち3年生が引っ張っていけたらいいなって思います。おめでとうございます。ありがとうございます。園田のアンカー吉田絵里香選手でした。ありがとうございます。優勝インタビューはサンテレビジョン村上幸喜アナウンサーでした。